すげえの高野のすげえ話、本日はサッカー選手小野伸二さんに来ていただきました。よろしくお願いします。すいません、慣れてないんで僕めちゃくちゃ緊張するんですよ。ガチガチの、しかも名前ももうめちゃくちゃ適当に突発的に決めてしまったすげえのね。いや、それで、まあ、今回こういうこの僕が YouTube を始めるにあたって、まあ、ただ僕の趣味というか、うん、僕がその、まあ、親として、まあ、サッカー選手として、まあ、一人の人間として、まあ、人の、その人生から学ぶことが、まあ、僕自然とか大好きなんですけど、うん、そういう意味で、まあ、いろんな方のその過去、現在、未来っていうか、そういう人生から学びを得たいなっていうことで、うん、まあ、この企画を自分でスタートしたんですけど、まさに、まあ、身近にいる一番話聞きたかった皆さん今回は嬉しいですね。すみません、ありがとうございます。すみません、まあ、最初、まあ、過去から、振り返っていただきたいんですけど、うん、どんなことだったんですか、審査って。どんなことだったんだろうねまあ元気だったのかですよね、基本的には、はい。まあ、本当兄弟がね、知ってる人もいると思うんですけど、12兄弟ということで、まあ兄貴たちもいて、弟もいて、妹もいて、全部お姉ちゃんもいて、全部あるから、まあ、そういう中で育ったっていう、ど真ん中、もう5番目、ど真ん中だけど、もう上から数えても下からでも本当真ん中ぐらいだもんだから、なんかそういった意味ではこういろんなものを学んで、まあまあね、小さい時ってそんなことを考えてないけど、うん、っていう幼少期だったんじゃないかなっていう、いろんなことを上からも下からもみたいな感じではあったんじゃないかな。まあ、いい踊りができますよね、そう両方見れるっていう。確かに、弟さんが僕と仕事してるんですよ。そうそうそう、サッカーやつでだいぶ幼少でめちゃくちゃ有名でしたし、めちゃめちゃ良かったけどね。あ、まあ本当にかわいそうだったけど、かわいそうっていうかね、途中でやっちゃったからお金ないなっていうふうに思いました。兄弟は全員サッカーやられてたんですか。全然、俺が初めて、やり始めて、うん、上はもう兄貴さんに、あ、4人いるんだけど、バスケと野球か、うん、スポーツ一家ではあったんですね。まあ、スポーツはみんな万能だったね、うん、基本的にその種で言えばエースみたいな感じでみんな扱いされてたんじゃないか。それは両親の遺伝的なところもあるんですか。どうなのね、両親の動いてる姿だったら見たことない正直その中でなぜサッカーを始めたんですか。なんでだろうね、まあそこにボールがあったからって言ったらおかしいけどでも分かんない、本当に気づいた時にお前やってたんだよね、ボール蹴って。で、何かがこうきっかけとかそういうのが俺の中で全然分かんなくて、正直で、いつの間にかボール蹴ってて、でそれがなんかすごい多分自分一人でもこんな楽しいことがあるんだなっていう、うん、まあ、小さいながら気づいたんだろうね。そうそう、うん、その中で地元のサッカー少年団に入って、うん、中学も普通のもうそのまま小中で同じ、小学校そのまま、もう小学校中学校って道挟んで横なのかな、だからもう同じ生徒がそのまま同じ中学校行くみたいな感じだったね。その中でもめちゃくちゃ有名だったんですか。何歳ぐらいからその分かんない、俺小学校スポーツ少年代の小学校3年生から でそれまでそういうのがあること自体も知らなくて、で一人で楽しんでや家の周りでやったりしてる時にたまたま友人が、ね、昔でゴールネットをこう手に入ってボンボン蹴ったみたいな、俺どこ行くんだみたいな感じで、練習みたいな感じで言えば何練習って思いながらついてたの。そしたら本当みんなでさ、まあ小学校2年からだったのかな、そのスポーツ少年、2年、3年、4年、5年、6年ってこう、4学年ぐらいあって、で一緒にこう学年ごとの練習、コーチが違って、でその自分たちも小学校でもやってたんだけど、何こんなに人数でやるんだみたいな、サッカーってこんなんで練習ってあるんだみたいな、初めてそれ知って、だけど俺は、まあ、その周りでボール蹴ってて。で、そこからそこのコーチがやってみねえかって誘ってくれて、で、それどうするんですか。それ小学校3年の時かな。で、申し込み用紙、これ記入して持ってきてみたいな感じで言われて、あみたいな感じだったけどさ、そんなことを親にも言えないから、お金ないも知ってるし、
こう自分で当時の俺の字で書いてってで申し込み書を持ってったのそしたら向こうが「ん?」って多分いろんなことを感じてくれてで家に来てくれてでも僕は面倒見ますかみたいなコーチが言ってくれるそのコーチがまた「おも」って言うんだけど小野さんっていうそのまたそういうその人から始まった俺のサッカー人生という感じでするんでその人がいなかったらもしかしたらサッカーその少年隊にも入らなかったかもしれないし本当にその人のためだなっていうなんか同じ名前ですしそうね、なんか同じまさかねまさかのさんって僕らが出したのも高校生からねめちゃくちゃ急に有名な清志郎の面白いみたいなのを聞くようになったので、うん、そのまではそういう経緯があったんだっていうのはすごい面白いですね、うん、やっぱ10人いたらやっぱりその、まあ、今親になってみてやっぱり子供からしたらサッカー習いたいんだけどっていうのは言いづらかったですか？まあそうだね、なんかこうどう言っていいのかな、習い事だとかそういうもの自体もしたこともなかったし、塾に行くとかそういうことももちろんないし、で誰一人そういうことをしてきた人もいないから、なんかまあそれ自体がお金があるないかわからないけど、まあないというかまあね、そんなに裕福じゃなかったっていうのは当時も分かったし、そういう中で言いづらかったというか、うん、言う必要もなかったのかなみたいな、もう自分でどうにか生きてくるみたいな、そういうもんね、って感じはあったから、まあでもそれでもね、本当に子供ながら気を使ってたのかなっていう部分はあるかもしれないね、もしかしたら。まあそうですね、僕もそんなに、まあ、お父さんにでしたけど、まあ、裕福ではなかったですけど、なんかそれがモチベーションというか、うん、なんかそれをきっかけに、なんか夢をサッカー選手として抱いたときってあるんですか？それはね、中学校2年生だったときなんだけど、まあ、その中学校2年生、ちょうど J リーグも開幕した、中2のときだったんだね、俺が。で、そのときにお母さんが乳がんになって、で手術後見せてもらって、もうそれまで反抗っていうか、まあ、口答えだとかさ、いろいろね、まだ思春期だから、もちろんそれもあったけど、まあ、その傷見て、いやもうこれは絶対にそういうことなんか言っちゃいけないんだっていうのはすごくその当時の自分でも分かって、でなおかつ J リーグができて1億円プレイヤーみたいなのが出て、うわお金がね、自分の好きなことでお金が稼げるんだって思った瞬間から、よし絶対に親を、今までこうね、こうやってもらったこともそうだけど、絶対世界一幸せにしてやろうと思って、でそこからでもいろんなことが変わってたっていうの、勝手に僕が共通点今見つけちゃったというか、ただ勝手に自分で言っちゃってんですけど、僕も幼稚園の頃おふくろは乳がんになって、シナタさんの親父とおふくろが病院から帰ってきた時に、なんかおふくろ滝縄が帰ってきて、それをかっこ覚えてるんですけど、うん、まあまあその傷とか見ればちょっと衝撃じゃないですか、そんなものとしてもすごい、女性が胸を失うっていう、当時だったらまあ生存率もね、そうだね、今放送高くないし、なんか死を接した時になんか、ああ、そういうことだったんですね。なんかね、まあ、その当時はまださ、その女性が、ね、胸がなくなることの、その凄さ、きつさだとか、そういうのは感じてはいなかったかもしれないけど、あの傷を見た瞬間から、まあ、やっぱり、なんか何かが、こう、世の中に、を変えてくれたというか。そうですね、それから高校に進学して、うん、もうその時点からプロ目指すと。そうだね、もう正直、まあ、正直若干中学校2年の時に1億円をもしてもらえるんだったら俺の方がうまいんじゃないかとか思っちゃった部分は多少あったけど、でもそれは高校生って思いますよね。いや、もらえるでしょ、俺も思いながら、早くもらいたい、もう早くお金稼ぎたいと本当思ったもんね、うん、そこでいろいろ選択軸があるわけじゃないですか、うん、静岡だったり。そうだね、でもちょうどね、それがまた中2の時なんだよね、それもまた、川口義和さんの代が高校選手権で優勝した、はい、試合見てて、うわ、かっこいいと思って、でね、俺、すごいきっかけあって、小学校ね、4年と5年の時に、清水商業が、よろしいのです、今、清水桜ヶ丘って名前になっちゃってるんだけど、沼津に、なんか沼津の。
チームと対戦だったのか、なんか試合来てて、で俺その時に大谷先生に僕清水商業行きますからって俺言いに行ったの、自分でも覚えてるけど、まあ大谷先生は覚えてなかったんだけど実際俺言いに行ったの覚えてて、でそれが本当に実現したっていう話の中で、あ本当に俺あの時言ったことが本当になっちゃったんだな。でも大谷先生はもうもちろん自分の存在も知らないし、でなおかつ多分ね、大谷先生俺が中学校の時もそんなに知らなかったもんね、うん、でまた清水商業に行くっていうのは、まあもちろんその吉川さんかっこいいな、あこの学校に行きたいって思ったこともそうなんだけど、中学校の時に、まあ、静岡県選抜とかあの入ったりして、で東海選抜っていうあの静岡のね、を決めるあの大会があって、で静岡代表として、まあ、中学校1年生だとかで中2のやつで行ってたんだけど、その時にそのバスを運転してた人がいるんだけど、そのこれが今度高校からお世話になる人なんだけどね、定宿先 でその人があの静岡県選抜のこうバスを運転してくれて、であれどうだったら愛知かなだったかな、で、まあ、旅館みたいなところにみんなでさあの布団引いて寝て、でその当時は ね、さお金ないで財布持ってたんだけど、まあ、別に入ってるわけなくて、でその最後布団の下にはね、やっぱこう安全なところって思って置いて寝てたの、はい、で起きて出発さ、いざ出発っていう時に、あ財布忘れたって気づいたんだけど、はい、言えなくて、ね、もう出発だから忘れましたって言えなくて、俺もうそのまま出発しちゃった。で運転手さんに、すみません、あの今席の旅館にちょっと財布忘れてしまってっていうことがきっかけから、その人が俺のことを、俺の存在を知ってくれて、で、多分そこは清水商業の下宿、あの遠くから来た選手たちを下宿させるところ のおじさんだったから、大竹先生にいい選手ぞみたいなことを伝えてくれたらしいの。で、大竹先生がそこから多分俺の存在を知ったみたいな。なんかその最後を忘れなかったらまたその人にも会えるみたいな、そうなんか俺そういった意味ですごくこうなんだろう、いろんな人にこういい形で出会えてるというか、それがきっかけで自分の人生がまたさらに変わるっていう、ね、なんかだから本当に人に恵まれてんだなっていうのが自分の中のこう、まあ、小さい時からすごい感じることだよね、うん、でもその出会いに気づく気づけないだけで変わってきますね。まあそれはそれが偶然なんだなって思っちゃう人の方が多いと思うんですけど、やっぱそれでもほんと嗅覚ってやっぱり信じてたんで、やっぱりその十人兄弟の漫画だっていうのもあるし、まあ、周りにすごく見てるっていうのもあるし、その選手グラント以外でもその私生活も含め、うん、人の接し方も含めめちゃくちゃそういうところ感情があって昔からそういう性格だったんですね。どうなんだろうね、まあなのかな、なんか自然とできちゃったんでしょうね、うん、別に意識してる。そうだね、なんか自分が楽しければいいって思ったことはなかったからね、正直ね。なんか、まあ、自分の家庭がそうだったから、ね、みんなが幸せになってほしいな、どうやったら幸せになるんだろうってことしか考えなかったから、うん、なんかそれにはやっぱさ、まあ、お金がなければやっぱり、まあ、ある程度お金がないと、うん、そうはなれない。じゃあどうすればいいんだ、あ自分が稼いでそうすればいいじゃんっていう、ね、そういう形ができるんだったら自分でやるんだよっていう、そういう気持ちでしかなかったね、はい。まあ、まず、まあ、ちょっとまあその過去を振り返るというのも、うん、その周囲で夢を見つけられる人って、まあ、僕も結構早かったんですけど、うん、今意外と夢を見つけられないっていうか、そうだね、そういう時にいろいろ聞かれるじゃないですか、うん、夢あっていいですけど、うん、見つかんない人っていうのは夢探し、うん、ずっと借金感じの人っているじゃないですか、そういった時にアドバイスとかって何か言ったりします？そうだね、こればっかりってさ、こう人がこうだ、ああだっていうものじゃない、うん、夢とか目標っていうのは、それって本当に人それぞれが、まあ、まあ自分からしたらそういう今日の生活から始まったっていうことが、そういうところに夢とかそういう目標とか見つけることにつながっていると思うけど、本当には逆に今度裕福だったらって考えた時に、俺もしかしたら何も夢とか見つからなかったんじゃないかって思っちゃうから自分の中で、だからアドバイスってこれ難しいんだよね、本当にその時々のその出会いとかね、自分だけじゃなくても誰かに出会うことによってあって気づかされることもたくさんあると思うし、だからなんだろうね、やっぱ俺はやっぱ思うのは夢を見つけるも何もやっぱそういうなんとなくの出会いから始まるんじゃないかなとか。
かっていうものはもしかしたらあるのかなっていうのは感じるね。で別に無理やり見つける人もないと思ってて、自然となんとなくこういうことしていきたいんだって思うことが、そういうものに対して自分がどうやって向き合っていくかによって、それが実現するために何かしなきゃいけないって行動に移るか移らないかの問題だから、なんかそんな焦って見つける必要もないような気はするんだよ。まあやっぱりそういうの焦っちゃいがちじゃないですか、うん、この特にそうだ、ね、周りの人はそういうのね探してるね僕はみたいな、うん、まあ、そこと比べないっていうのも大事だし、うん、まあ、そこを真実なのは焦らないで、まあ、興味を持ったことに対しての行動をするってことがやっぱ一番の近道なのかなって。まあいろんなことを試したりとかね、うん、あ、これこういうことしたいなと思った時に何かじゃあそうやってみたりして、あ、やっぱ違うんだなって思うことも大事なことで、で自分に合うものって何なんだろうって、そうやってね、あのいろんなことやって気づくものだと思うし、逆にサッカーだけやってたわけじゃなく、野球もやったし卓球もやったしバスケもやったしバレーもやったしとか、いろいろやっぱ経験はしてきたから、いろんなその中でやっぱり特別感はサッカーしかなかったっていう、でそこが始まりだと思うから、だからいろんなことをチャレンジして、なんか小さい時は特にいろんなことやったんじゃないかって思うけど、まあ、高校時代の話っていうのは多分すごいいろんなところに聞かれてると思うんですけど、まあ、そこはちょっと今聞かないで、まあ、子供の頃からというか、まあ、まあ今話聞いた感じだとやっぱちょっと高校時代だったな、それから天才って言われ始めたというか、もうメディアも、まあ、今のメディアだったらもっと大変だったと思うんですけど、まあ、当時は新聞で、まあ、地元紙だったり、そう言われてきた、まあ、今でも言われてますけど、その、まあ、僕が天才と言われてきたことはあまりないので、その言われてきたことに対して自分ではどう思ってるのか。まあ天才って言われてても、だって同級生もそうだし、たくさんいい選手、小学校の時にもその、ね、あの太田健って、あの途中でね、名前が藤田健から変わった選手いたんだけど、彼を見てた時に、いやいやいや、自分の天才なんて、俺の天才は全然違うよ、彼は、彼こそだよって俺ずっと思ってたから、もう小学校の時から両方、右左関係なく、コーナーキックとか左足で蹴っちゃうんだからさ、右引きの選手が。もうこいつすごいな。うん、やっぱすげえなと思って。で、やっぱりこう、一つの世代の、あの県選抜に入っても、そもそもなくやるわけなんで、俺は全然できなくて、やっぱすげえ、こいつはすごいって、初めて思った選手だった。で、その後に今度、高原に出会うんだけど、またこれのね、すごいもう、まあ、当時あれともでかかったし、ね、彼のチーム自体みんなでかかったんだね。対戦した時、自分と小学校時代ってその地域とかだったら、まあ、優勝準優勝しかしたことなかったから、負けるってそんな負け方もしたことない、大差で負けることもない、負けても1点差とか8対1までだったら高原と試合でなかなかね、自分たちのチームがショックで、めっちゃショックで、でもその中でも群を抜いて一人すげえやつやなっていうのが多分あるんだけども、これがまたすごいね、現れたなと思って、で同級生にまずこの2人いる、ね、自分のこの力を、そう考えただけで天才ってもうそんな言葉は俺には必要ないというか、ふさわしくないみたいな感じで、いつもこう誰かを追ってたから、自分の中で、ね、そのターゲットを見つけて、ここを超えなければ上に行けないって言って、自分でも一番になりたいから、世界一になろうって自分でも求めてたから、だから一人、その身近なターゲットを必ず見つけて、いつもそれをどうやって超えられるかってことを考えながら、いつもトレーニングしてた。小さい時ながらでも、例えば走ってる時も、あいつはもっと走ってると頭の中で、はい、だから俺はこうあいつ以上に走んなきゃダメだとか、あいつよりやらなきゃいけないんで、もういつもそういうことしか考えない、うん、それ今も全然変わらない、今は変わらないね、うん、ただ、まあ、まあ年齢とともにさ、こう、まあ、もちろん、ね、出場機会も減ってさ、どんどんなってるけど、でもやっぱり負けたくないとか、うん、誰よりも上手くなりたいっていう気持ちは変わらない、ね、だからまだ続けてるって、うん、そうだね、その世界一の選手になる、世界一幸せにお袋をしてあげたいっていう中で、世界を初めて経験したのですか。世界を経験したのは、まあ、本当の意味の世界というより、まあね、最初海外遠征だとかっていうのがさ、小学校からの、あの
小学校から小学校から韓国と交流してて、地元のチームがあって、まずそこで異国の選手たちの試合やる、で、あ、すごいな、うまいな、こいつらもとかって思いながら、あ、で、そこから始まり、で、中学校2年生でアメリカ遠征に行ったりして、で、そこからだんだんとこう、まあ、高校行くにつれて、もう、うち、俺ら大学すごいいろんな各地に、あの合宿キャンプで連れてってもらえた、あの年代だったらしいんだけど、そういうとこからかな、だから本当に、まあ、世界というか、いろんな外国に行って、あ、いろんなサッカースタイルがあるなとか、身体能力の違いだとか、いろいろ気づかされたよね。じゃあもう高校を、まあ、卒業するぐらいまでには、その海外へのコンプレックスだったり、そういう怖がりとかっていうのは、まあ、いや、逆に怖さは高校ぐらいだとないよね。だって、もう高校ぐらいだったら、例えばオランダ行ったアヤックスと試合だったら負けることなんかある。4-0 とか、もう大差勝つから、まあ、言葉悪いけど、チンチンしてやったんだ。本当に、もう、え、絶対負けないからみたいな、もう自信しかなかったからさ。で、初めてこうさ、こう、ある意味、プロになって、代表とか行ったときから、やっぱその代表クラスの、はい、そういう選手を見たときから、いや、これは全然違うって思ってね、正直。その代表の話の前に、まず、まあ、プロになりたいっていう夢を、うん、18歳でレッツ選ぶわけじゃないですか。はいはい。まあでももちろんいろんなチームに来ましたけど。そうだね、うん、でもやっぱ俺地元に来たかったから、うん、あのエスパルスに行くつもりでずっといたし、うん、でも本当にね、これあのレッツ当時のスカウト宮崎さんというんだけど、まあ、その人静岡出身で、この人が宮崎さんの場合その時の GM 横山さんっていうんだけど、この2人が熱心に来てくれてたんだけど、でも、もう自分はすみません、あの人が、うん、あの清水に行きますんでっていうことを伝えたので、だけど、その人たちは、あ、それでもいいんだ、1% の可能性があ あればある限り、僕はいつまでも、うん、あのオファーしたいし、で、もう行きたい、あのこっちは来ないっていうの分かってるし、だけど、なんか君を見てたいみたいなこと言ってくれてて、で、本当に毎日、正直、毎日来てた、練習に。で、まあ、そういうのもあったんだけど、で、当時さ、清水が経営困難な、ちょうど、ね、自分が入る時に経営危機で、うん、なんか清水が一回あったんだよ。で、チームがもしかしたらなくなるかもしれないみたいなぐらいの話題になって、でもそんなの自分からしたら関係ないよ、うん。もう、俺はここに行くんだって決めてずっと言ってたから。で、まあ、何やかんやこう、行くつもりだったんだけど、まあ、こう、なんつうのかな、その当時の、まあ、いろんなその大人の事情だとか、周りの雑音って言ったら、ちょっと言い方悪いけど、そういうのが逆に自分にとって、あ、ここにいたら逆にここの、いう取り巻きというか、の中で自分が育った、生活しなきゃいけないんだなって思ったときに、息苦しさをちょっと感じた。そういうものがなかったら自然と多分いてたと思うけど、なんかそこが分かんない、なんか自分の中で吹っ切れない一つで、で、急遽って感じだった。へー、あ、結構急遽な感じだった。結構急遽だね。正直もずっともう、最後の最後の面白いっていう、自分の中で思ってたから、それはちょっと自分の何かが変わった。でもまあその時の感覚っていうのはやっぱり分かってたんでしょうね。やっぱり当時の感覚でもやっぱりそういうね、清水さんってそういうところすごく繊細だと思うし、やっぱりまあ地元のいいところでもあるけど、やっぱり居心地が良すぎるのもね。そうだね。また、でもね、自分も知らなかったしね、人がしか知らなかったし、ね、他のところを見てみたいっていうのも多分あったんじゃないかなっていうのもあるかもしれない。初めて給料もらうわけじゃないですか、ね、もちろんまあ契約金まあ支度金みたいな形でもらったと思うんですけど、支度金はちょっとびっくりしたよね。あ、そうですか。支度じゃなかったんですか、その上限は。支度金は380万か、
で、ね、ゲーセンとかさ、310万とか、うん、もう、まあ、もうね、もう過ぎたことだからさ、現金でさ、持ってきてくれてさ、で、そのね、自衛隊がこう、はい、つって、持ってきてくれてさ、で、パッと押されて、そうですよね、1万円札をそんなに見たよね。まあ、俺もお母さんとさ、一緒にさ、いたんだけど、なんだこれと思って、で、ありがとうございますって言って、しまおうとしたの。そしたら、待てって。お金をね、そうやって人を信用しちゃいけないんですよ。お金がちゃんとその数あるか数えなさい。その人に言われた。なかなか言わないじゃん、そんなこと。なかなか言わないですよ。俺も、えって思って、いや、300何枚稼ぐの？もう手震えながら、パッ、全部数えて、で、ちゃんとありました。で、本当に、あの別にね、これは君のためにだよっていうよりも、人を信用、簡単に信用しちゃいけないんだよってことを、だからお金がね、パッと渡されてお金が本当にあるかどうかちゃんとそこから、まあ、始まらないと信用とされるもんだみたいな感じで、うわ、俺この人すごいと思って。それはいつも試合あれ一緒に行ってきてたあの横山さんって GM の方なんだけど、後にね、2000年のレッツの時 の J2 の時の最後の方で監督であるんで、その人が本当にこう、うわすごいな、そんな考え方ないのもないですよね。もうお金ありがとうございました、はい、それだけで終わるとしたら確かにそれって大事なんですっていうのはやっぱそういうもの、はい、人を信用する、ね、いい人だからとかじゃなくてちゃんとした中身も見なきゃいけない、そのお金を数えることがやっぱり中身だ、人の中身だっていうふうに自分の中で考え変わって、で人を見るときにそういうものをまずいい人だからとかじゃなくて、俺はこの人は本当の中はどうなのかってことを見ようとするようになったっていうのはあるよね。18歳でそれを手に入れちゃったっていう、まあ、でもそれも教育として言ったんでしょうね。多分全員に言ってるでしょうけど、多分響いてる人気がする。俺はすごかったね、その衝撃は。だってそんなこと言うじゃないじゃん。俺今まで聞いたことないじゃん。今パッと話してた、普通何も、うん、あるないじゃなくて、もう信用しちゃうじゃん。そうそうそう、もうだけどそれ数えなさいって言われた瞬間から、うわこれはもうなんかドッて来て、俺はもう人をもうこうやって見なきゃいけないんだなっていう感じで、うん、気づけた。そういう大人を見てるとやっぱり、まあそういう大人とかも親になった目線からすると、まあ、その若手だったり子供だったりっていう一言一言めちゃくちゃ先に出るのと、まあそうだよね、やっぱそれで人生変わるじゃないですか、うん、やっぱりその一言で人生変わるし成長できるしっていう意味では、うん、すごい人に幸せは本当に、だからもう小学校からずっとこう、うん、もう俺の出会い出会わせてもらった人たちっていうのは本当に すごすぎて感謝しか本当ないんだよ、うん、まあみんな成功してる人たちはみんなそう言うんですけどね、なんか共通して言うことはその出会い、うん、感謝、みんなに言うのは、だまあそれに気づける人なんでしょうね、成功してる人はっていう感じで。そしてその初めての使い道は何でしょうか、思ってます。1万円だけもらって、で、目の前にね、中華屋さんあるんだけど、そこでご飯食べに行って、美味しいもの食べようと思って、でも別に800円とかさ、それぐらいしかないじゃん。でもあとはもう、親にさ、まあ、まあ当時だったらさ、まあ借りてたりとか、いろいろ、ね、しないとやりくりしないと生活できなかったのか、そういうものに回して、もう全然、それ以外全然何も言わない。お金欲しいなんて別に逆に言ったらそれを思わなかったし、なんかその一万円札を持ってそこのレストランに、レストランが中華屋さんに行って、まあ、その中華屋さんも仲良い人なんだけど、もともと息子さんがいて、一個、俺の一個、まあ、中学校全然違うんだけど、すごいいい人たちで、ね、その一枚札を握りしめてこうみたいな感じいや気持ちよかったな、あれは忘れられない。いやレストランの人も嬉しかったでしょうね。いやもうね、でも自分がプロをさ、なるっていうのはさ、すごく喜んでくれてたし、そのプロになった時の気持ちって、まあ、世界一になるっていう、もうただの通過点として考えたのか、うん、どういう感覚だったんですか。どういう感覚だったんだろうね。やっとスタートライン立てたっていう嬉しさもあったし、まあそうだね、どうだったんだろう、なんか別に緊張も特に、まあ緊張、
緊張したのかな、どうなんだろう、まあ、あんまり自分の性格としてこうすごくこう、まあ、オープンではなくはないんだけど、こう人前で出るとちょっと もじもじじゃないけど、なんかそんなプロの人たち年代もみんな違ってさ、それこそ初めて入団会見のあとか、あれなんか、なんだかな、初めてそのレッズの選手たちの前でこう挨拶する時があったんだけど、その時に土田久さんって、その当時、キャプテンやってた人いるんだけど、まあ、自分の一回り上ぐらいか、すっげえ、緊張気持ちいいですねって言われてた。でさ、その人と田口さんでこうディフェンダーの人で、その人が最前列にいて、で、まあ、みんなの前で挨拶するんだけど、声が小さかったりもだと思うよね、俺は。ちょっと恥ずかしいから、ね。そしたら、おい、声小さいぞとかって言って、えっと、ね、うーわ、マジかよって。今まで会ってきた音と違うのと違う。高校もさ、縦は、ね、あるじゃん。まあ、昔なんだけど。もうそういう、そこを経験してるから、まあ、ある程度、縦社会は分かってるけどさ、プロもあるんだなと思って、おい、声小さいぞとか。最悪やと思ってる。で、もうそんなことが始まって、まあ一応こうその挨拶終わった後にまだ高校の卒業式を前でやってなかったから、まあ高校戻ってとかやって、で皆さんはこう、当時鹿児島の指宿キャンプに向かってもうみんな行ってて、で俺卒業してから遅れて最後3日間ぐらいだけキャンプに行けたんだけど、そら空港にまで迎え来てくれて、空港から指宿、鹿児島の空港から指宿ってね、2時間ぐらい、ね、かかるんだけど、その道中でさ、マネージャーの人がね、もう ビビりながら俺がさ、すみません、僕、誰と同じやとかありますみたいな感じで、だから、つって、それと一緒みたいな、嘘でしょと思って、当時はもう、ビビらんとお金が、そう、なんかしたよ。マジでと思って、3日間のだよ、俺やばいわ、もう終わったこのキャンプと思ってで、行ってさ、もう遅かったからさ、はい、でも起きてて、うん、で、お疲れ様ですみたいな、で、こう俺もビビらなかったけど、ああ、いや、あんま気楽にしとけよみたいな感じで、さ、練習さ、ゴールキーパーとさ、フィールドプレーヤーってちょっと時間近かったりするじゃん、はい、でキーパーやっぱ長いしさ、で次の人が朝練習やって戻ってきました、シャワーをさ入るわけないじゃん、先に先輩をっていう前に、で俺ずっと汗かいてさ、その格好で戻ってきて、ずっと待ってたの、キーあの先輩が車でさ、何やっとんやみたいな言われて、あ、いや、シャワー入れなかったんで先に入れませんでしたっつったら、バカかお前はっていうとこから始まって、その人は、あ、こいつは本当にできた子なんだなって思ってくれたらしくて、そんな若手見たことないよみたいな。あ、そうですか、どうして、もう俺だってそんなの当たり前、ね、考えてきてるんですよ、先輩より先にシャワーなんてありえないじゃん、何をするにしたら、っていうのが俺の中でも当たり前だったから、それを普通にしてたら、何やってんのかなとか言って、明日からそのまま入れみたいなのを言われて、じゃあ分かりましたっつって、残り2日間はすごく入ったのが、だからもうそういうね、なんかこう、そういうビクビクした中からそうやってできて、で、そこからまた気持ちが楽になってるんだよね。怖かったっすよね。怖いよね。僕が入団した時なんて、30、まあ、まあ、ニュースの時、まあ、サテライトとかトップの練習って、めちゃくちゃ言われるじゃないですか。キーパーなんてね、余計に言われるでしょ。はいはいはい。今って名前覚えてますけど。あるね、あるね。でもだから、僕が入団した時なんて、30以上の人、早く引退しねえからね。そしたらもう、それがもう、ごそごそしちゃう。絶対そう思われてんだろうなって、ちょっとピクピクしながら、クラブハウス歩いてた。いや、本当に嫌な感じでしたよね、怖かった。怖かったね、でも。今の若手は堂々としてますよね。まあ、そうだね、そういう意味では。いい意味で。でもそれってさ、やっぱ上の人たちもさ、ある意味こう、そういう雰囲気を作んないようにしてるじゃん、ビクビクするような環境を作ったりしないしさ、みんなが気持ちよく、どうしたら
気持ちよくなれるか、どうやったら楽しくできるかってことを上の人たちが余計に考えるから、ね、だから、うん、ああやって堂々としすぎちゃったところでちょっとね、びっくりしましたね。まあ、かわいいけどね、かわいいですけどね、うん、して、そのお金の管理っていうのも最初どうしてたんですか。お母さんって言うんですか。いや、自分がやったね。もう初年度から。うん、初年度から。で、その当時ってさ、みんな、あの俺らが最後の年だったんだけど、高校生卒は1500万、マックスは。で、大学生が卒3000万か、マックスが。年俸で。で、その俺は次の年から ABC っていうことが、うん、できたんだけど。だからもう初任給87万5千円、この前のことで言うけど。減税引かれて。引かれて、そうだね。はい、でもう初年度の試合出てたから、で一番最初の本当に初任給って、まあ、まだ、ゲームもないから、そのお金もらって、うわ、で、寮に住んでたからさ、寮費いくら、で、使うことは別に俺、服とか全然何も興味もあるし、これはもう50万はもう毎月親に送ろうと思って、で、もう50万、毎月送って、その当時から。でどこかまでまだ続いてるんですか。今でも今はもちろんさ、自分がもらってるお金もちょっと少ないから、あの親にもう申し訳ないけどつって、でも就職やもんで、もうずっと昔から8年目から素晴らしい。やっぱもう自分の幸せじゃないからさ、やっぱ親が幸せになって、家族が幸せになって、それがなければ自分がさいる意味もないしさ。いやいや、なかなかその結婚後も振り込んでる方って俺聞いたことないですね。まあでも2、3年同中選手もいるんですけど、うん、まあでもそれもね、あの今奥さんも重々しね、理解してくれてるし、うん、そこは本当に感謝だ、なかなかそうやってね。もちろん自分の家庭もさ、もう今なんて特にさ、自分の家庭もあるしさ、子供たちも高校、ね、中学でお金もかかったりするけれども、でもやっぱり自分がいる、今いられる存在があるっていうのは親のおかげだし、これって絶対いつまでも変わらないと思うな。どんなことがあっても親が亡くなったとしても、多分それって多分いつまでもそういう気持ちっていうのは俺は変わらないと思うし、だからそこはもうその年からやってたね。いやちょっとかっこすぎるね。いや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 、カットさせてもらいます。カットするかよそこ。いやでも俺ってそんな普通なんじゃないかな。いや、そんななかなか普通、うん、いや、かっこいいっすね、でもね、男としてね、なんか、うん、そう思っちゃう。まあ、そうで あってほしいというか、そうでありたいと思ってますけど、うん、それをまあ実際、まあ、体現できてる方っていうのは、僕は初めて聞きましたね。なるほどね。運よくされて、あの、頑張れて、チームからね、お金ももらえてっていう、ね、部分では、すごく恵まれた環境にはあるから、ね、そういうものね、家族っていうのは、うん、ちょっとね、だから僕らもたまに疑いたくなるんですよね、なんか清水さんのことが。あまりにもいい人すぎるし、大量ももう、まあ、今まで言われてる神大量的な、うん、どっかはいいと思うね。いや、悪いとか、いや、探し回ってるんですけどね。全然別に、なんか自分がいいとかって思ったことも別にないしさ、うん、周りの人はそうやって言ってくれるけど、だって別にね、言ってみれば人とね同じようにバカしたりもするし、するわけでさ、だから別になんか自分がこうやってることがなんか本当になんだろう、いい影響を与えてるのかなとかっていうのを考えたりもするけど、でも人に自分がされて嫌なことを人にしようとは思わないじゃん、人って。ってことだけ考えて生きてるから。あ、そこ軸は、うん、ですね。であと人に嫌われる必要もない、うん、って思ってて、で敵を作る必要もない、うん、どうしたらそうなるかっつ、うん、じゃあそういう人と付き合わなきゃいいとか、うん、なんか付き合い方も自分がこうなっていっちゃったら、この人と出会ってしまったらこの後こうなっていくんじゃないかっていう、そういうものとかも見えてくると、あ、ここはそういう付き合いしちゃいけないのかなとかいうものも、ブランドがでもその客観的な目で見れる、見ちゃうね。
やっぱこう自分だけに、まあ、変な意味自分が今家族持ってて子供もいて自分だけに被害が来れば全然問題ない、うん、けどそれがやっぱ家族だとか娘たちとかに影響がいくようなことになることが怖い、うん、逆に言ったら自分だけにこうダメージが来て自分だけが傷つけられてっていうんだったら全然もしかして考え方も違うかもしれないけどやっぱそこまで思っちゃうから自分がそういう変な発言をすることによって変な行動をすることによってね奥さんが傷つくとかあの子供たちを傷つけられるとかっていうことがやっぱ考えちゃうからそこを考えると、うん、なんかそういうものっていうのが思うと小学生の時に先生に言ってくれたら人生かなんかそんな感じでずっと来ちゃってるいやでもそれはもうなんか幼少期そのじゃあ10人兄弟で、ねうん、最初言ってたような、うん、だと思うよなとか、うん、そっからだと本当にやっぱりそういうところいやそういう環境に育っあのいたっていうのはまあもちろん小さい時はさ兄弟多いとか、はい、で本当にねマジで今でも覚えてるのはさ学給食費とかあと学年費っていうのがあの毎月月こう集金で現金を入れて学年費3000円か2000円3000円は30円なんかそんな感じの、まあ、合わせて5000円何本でもちろん兄弟は年をいたから多分1年から6年に4人いたんか6、5、4、2っていたのかな多分4人ぐらいいたんだけどまあ合わせればもう2万超えちゃうよねまあ、もちろんそれってすごい大変だと思うんだけどでその集金を集める、まあ、福井さんとかが集めに来てくるのでいつもあすみませんちょっと忘れてしまって後で名前が届けますみたいな毎回そのみんなで持ってこれるじゃないもうあれがまず嫌でこの瞬間が本当嫌で、はあ一回でいいから持ってきたいなと思っても一回で持ってきた時があったんだけど本当に唯一1回ぐらいやったんだけど、うん、それ以外は本当に持っていかなくてもうこんなのやだとか兄弟はなんで俺こんなところになったんだってやっぱ小さい時はさ、うん、その苦しさだとか、はい、であとはもう他の子とかさ祭り行くって違うちょっと隣の町に行くのにさ1000円ちょうだいって言う1000円ももらえなかったの、まあ、もちろん1000円ってまあ、ね、その軽いお金じゃないけどその当時は他の子たちはそういう生活ができて、うん、でも自分はできない、うん、すごい我慢の連続だったけど、うん、でもなんかねいろんなそういう我慢がその中学校になってから、うん、そういう夢を持っているようになって、うん、なんかあの我慢が本当に今となったらよかったな、うん、ああいうことが経験できたから今いるなっていうのは本当つくづく思うありがたいって子供の頃からでもお金に触れるって今聞いてたら悪いことじゃないなっていう、うん、やっぱりお金のありがたみだったり、うん、そのじゃあ3000円かける学年4人で、ね、6年生4人いたら本当にかかるなとか、だからこそそのお金のありがたみだったりしたら思考回路からしたら清水さんってやっぱシンプルじゃないですか、うんまあ、悩んでる人たちって結構いろんないっぱいいると思うんですけど、うん、こういう思いしたくないじゃあ中学2年生の時に一応プレーを見た将来が使い取って親楽しちゃってよっていう、まあ、そのなんか変換能力ってすごくシンプルだけど何でも変換できるじゃないですか、まあ、確かに、まあ、悪い時もそうだけど、まあ、悪いでも結局すべて自分のそう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 結局そうそうだね人にだから人のことを言うんじゃなくて何でも自分じゃんっていう話で、ね、周りがどうもこうもじゃなくてだから言い訳したりさそういうする選手っていうのはだんだんね、見てれば分かるけど、ね、どん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 、ね、座学が生きていると思うし、じゃなくてやっぱり自分をちゃんと見つめられる、はい、自分を客観的に見れる、もちろんね、あのいいことも悪いことも、はい、っていうのはすごく大事なことなので、それは、ね、生きていく中でも同じことで、サッカーだけじゃないと思う。それでも、長期の時にその能力をつけて、まあ、今までいたって、どん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 それが精度が上がってるっていう感じで。うんそう考えると、まあ、若い頃からそういう
癖つけというか、うん、変化の癖をつけると何の辺の位置勉強になるのかな。だから自然でいいじゃんでしょうね。まあまあ、うん、だから今の聞いてると確かにな、それは確かにアスリートでも絶対必要なことだしなと思う。やっぱ人を見てさ、人のいいところとかさ、あの人間性だとか分かんないけど、そういうものって自分で、あ、こういう感じで、うん、こういうものっていいねって思えば自分でさ、ビデオを撮りで撮りで、すごい感じます。しんちゃん、ああなりたくない、自分やめよう、いや、いいよ、うん、それはサッカーとも一緒だね。同じだね、そういう、そういうところを見てるところのセンスとか、だからただその、もう1日12時間練習してますじゃなくて、うん、いや、本当に正しい努力じゃないと、うん、簡単に練習ができますよっていう。そうだね、うん、もちろんね、いっぱい練習すればいいと思うって考え方もあると思うんだけど、やればやったり、もちろんそれは絶対やった分だけ俺の結果として残っていくだろうと思うけど、でも、ね、こうやってんのかやらされてるのかっていうのでまた違かったりするわけで、でやっぱ自分がそうやってやりたいって気分の本当に乗ってない時にやったって絶対それは身になってないと思うから、ね、そういった意味ではこう自分が、あ、まあタイミングだよなっていうのはすごく自分はあるかもしれない。でもそのやらされたっていう経験とか大事だと思うんですよ。経験しない中で、ね、こういう練習やった意味ないですよっていう方多いと思うんですけど、でもその理不尽な走りだったりっていうのをやって初めてこれが違うんだなっていう方が確かに価値があるなと。まあ確かにそういうね、多分今、まあ、そう言ったけど、自分も多分そういうことがあったからそういう、ね、考え方になると思うけど、まあね、理不尽なんてたくさん正直あったわけで、うん、もう今情報社会ですか、うん、なんか情報だけ見て勘違いするのもったいないなと思っちゃいますよね、うん、だから今インタビューとかすごいみんなうまいじゃないですか、昔確かに見られて、まあ、情報はあって、それ見本もあるから。そうだね、確かに。でもまあ全員じゃないけど、ちょっと話してみたらあれみたいな、薄いの薄いなみたいな、まあまあいる情報がいるけどなんかそういう意味じゃ逆にもちろんあのネットで情報を得ることも大事だけど、体験することっていうのはすごい大事だなっていう、うん、まあそうだね、うん、まず体験しないと、本当の実体験をしないと本当の意味ではさ、あの中身ってできない、はいはい、ね、情報だけだったらさ、誰でもまあもちろん、まあ、その情報ってすごい大事なことだと思うけど、うん、まあ、情報を持ちながら体験する、体験することはいいことですよね、一番いいと思う、うん、でもそれは過去、将来だったずっと体験に価値はあると思うので、ね、うん、そして話はまた98年に戻りますよ、プロになって、はい、夏、うん、夢を見る、まあ、サッカー少年の夢というか、全員のね、世界のサッカー最選手の夢の衝撃でしたね。すごいね、確かにね、俺だからね、それを言うと、うん、あのワールドカップを決めた岡野さんのゴール、はい、もう次の日に大谷先生が、はい、ね、草刈の監督が、ね、俺を目指せって、ワールドカップを目指せって言ったの。あ、高校時代ですか。ある高三の時で目指せって言われて、で、はみたいな、まだだってプロでもないしさ、で、卒業してプロになるわけで、で、プロ終わって3ヶ月後のだからそれ、うん、でもプロ入りました。で、3月21日が感じだったの、開幕して3試合ぐらいやったのかな。で、その間の岡田監督がアントラスとね、アウェイでやった試合で俺ゴールしたんだけど、4-1でその勝った試合なんで、それ見に来ててくれて、で、4月1日に日韓戦、アウェイで韓国と試合で、初めてそこで代表に呼んでくれて、俺と、で、一個下、市川大輔、琉球少年、若い、そう、で、2人入って、で、うわ、すっげえ日本代表だと思って、プロ入って間もないのに、高校卒業プロ入って間もないのに、もう日本代表の、あのテレビで見てた人のとこに来ちゃったみたいなさ、で、もうカズさんとかさ、ノンさんとかさ、北澤さんとか、東堂もいっぱいいて、ななみさんだとか、ヒデさんとかもそうだけど、うわ、すっげえよ、こんなとこに俺いるのかと思って、なんか、非現実的みたいな、自分の中で。で、それが4月1日じゃん。で、いや、まさかさ、そのワールドカップっていうとこまで俺全然見てなかったから、正直。とにかく自分のチームでいいプレーしよう、あの自分の持ってるものを見せて、あの見に来
来てくれてるお客さんがまた見たいなって思えるようなそういうことを皆さんに提供したいってすごく思ってやってた。そしたら一応ね、その後の代表に呼んでもらいながらワールドカップの直前のスイスキャンプがもう行けて、で次の日最後のね、この23年を発表する、明日発表するっていう時のもうドキドキだよね、まあ多分入んねえだろうな、とか思いながら。でも現実的にそこでできるっていうのはあったんですか？全然、まあ、自信はあったからね、一応ね。でも、まあ、でもそう言ってあってさ、まあね、自分がこうその大会を通して、ね、予選をやってきたわけでもないしと、まあ、自信はすごくめちゃめちゃ自信を持ったけど、っていう感じだったけど、まあね、選ばれたけれどもっていうね、カズさんと北田さん、まあ大輔がね、市川大輔がある、その2人がね、まあ、本当に日本を J リーグを支えてくれた、ね、2人が外れてさ、高校からのひよっこの小僧が選ばれちゃうっていうものも、まあ、もちろんプロという、ね、中ではあるのかもしれないけど、ね、やっぱり今思うと俺すごいなんか罪悪感じゃないけどさ、俺が決めたわけじゃないけど、そんなことってある、それこそ龍神ちゃんみたいな、なんか自分の中でそのカズさんがこう外れたりとかして、でなおかつさ、そのカズさんのあの11番っていうのはさ、誰もが来ちゃいけないやつでさ、自分ではそこでさ、11番を渡されるそう、何を考えてるのみたいなさ、もうすっごいいろんなものを背負わされたっていう感じで、でも逆に言ったら責任感というか、この夢を着てるってことのその重大さっていうのはやっぱ感じてたから、もう選ばれたからにはもうですね、それはもちろん堂々としなきゃいけないから、もう自信持ってやりたいって言います。でもきつかったな、ちょっと精神的には。当時は18歳からしたらね、ちょっと背負うな。特に正直僕の持論なんですけど、当時の日本代表の入るハードルと今の日本代表に入るハードルって、まあそうね、比べちゃいけないですよ、ただ僕の客観的な意見です。今日当時なんて試すとかなかったじゃないですか、はいはいはい、もうこの方法はね、しても若手がちょっと活躍したじゃあ出ちゃいけないみたいな、見ようかもしれないじゃないですか、はい、そこで入れるっていうのはちょっと、まあ、もちろん海外に出てる選手も少なかったですし、グローバルなまだサッカー界ではなかったから、確かに仕切りが高かったですよね。でそこで18でしかもワールドカップ日本初出場、うん、いやー衝撃でした。だからこそ僕らが夢を持つっていうか、お、18歳と言うのっていうハードルが下がったっていうのはすごい僕らにとって大きかったですよ。でもだから同級生のみんなもね、やっぱそれで、あ、俺もチャンスなんだってみんなもやっぱ思ったって言ってた、近くなったな、日本代表が近くなったみたいな気持ちにはなったみたいな。